台風16号の15時のデータが入ってきました。最新情報予報センターからお伝えします。まず衛星画像をご覧ください。15時の気象衛星画像、可視画像です。日本の南海上、フィリピンの東海上、渦がありますけれども、台風16号になります。台風は西寄りに進んでいますけれども、今後の予想を見ていきたいと思います。現在台風は中心気圧985ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大の瞬間風速は45メートルとなっていまして、西南西に時速20キロで進んでいるといった状況です。明日25日の15時にはルスン島のすぐ東の海上に抜け、達して、その後26日には南シナ海に抜けていくといった形になりそうです。台風は引き続き西寄りのコースを通ることになりますので、28日ごろベトナム近辺に上陸する公算が高いというふうに見ています。台風は発達しながら西寄りに進むということになります。日本への直接の影響はないということになりますけれども、南西諸島など台風からのうねりがしばらくの間は入りやすいということになりそうです。以上、台風16号の最新情報を予報センターからお伝えしました。この情報はウェザーニュースアプリの方でもご確認できます。